シャツ7日です。今回はこちらのアバカンを使ってドミネーションやっていきたいと思いますよーって、しょっぱなから抜かれてく。ちょっと B が早い早い、待って待って、 B 早いぞ。案外敵しっかり取ってくる。待って待って待って、 OKOKOK。 もうここにいるの分かってたけど、今回使っていくアバカンちゃんなんですけどね、とりあえずグリップつけときましたよ今回は。うん、ちょっとねハイブリッドマグと悩んだんだけど、まあグリップいいかなと思ってね、アバカンの長所を伸ばすという、そういう感じでね。ちょっと今追い切れなかったびっくりするぐらい追い切れなかった今で。やば、え、あそこ貫通すんのかよ、えぐいな。あぶねー。あーでもハイブリッドマグからこれだいぶ変わってんな。待って待って待って、ガチでアルファ落ちるやんけこれ。どうしようかなーなんて。あーくっそ、おいいね、いけるじゃん。ちょ待って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 、ちょ待って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 、多分ここはあかん、多分ここはあかんとか言ってめっちゃビビってるやつ。多分、あ、いけた、よかった。リス1に自分来たかなと思ったんだけど、そういうこともなかったか。よかったよかった、味方じゃん。大丈夫ないなこれは。いるな、いない、いるな。あー待って待って、2枚は、おお、これリロードのタイミングがちょっとあれですね。いやー100来るなこれ。ほらやっぱりね、くそー、 A 守ってた、 A の守護神7かとして、ちょっとここはもう一回行く。オッケー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 。あ待って、 B も行きたいけど、 B も行きたいけど、ナイス、よし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 、いいね。とりあえず A 取った。あぶね、なんかおったぞさっき。あぶね、さまよえるトルクがおった。オッケーオッケーオッケー、よしこれいいですね。なんかここね超敵いんのよ、ちょそこがねすごい気になるんだけど個人的に。絶対来ると思ってた。オッケーオッケーオッケー、これ多分ここいたらな、ちょっとな。オッケー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 、お、 B が、あーちょっと B 厳しかったか。14発リロードするあれがね、やべ、そんなんでここ守れねえぞ、まずったな。おめえから武器もらいだ。オッケーオッケー、君の、あいやーマジかくっそー、いやータイミング的にいけるかと思ったけど、いやーよしよしよし、いい感じいい感じ。いやーそう、最近ねアバカンちょっと使いたかったんでね、今回ちょっとしっかりやらないと。アバカン使うときはねしっかりやらないと厳しいんですよね。でも皆さんこういう AR の中で一番強い武器っていうのは頭の中にね、ああこれかなーっていう風な想像をこうねすると思うんですけど、弱い武器ってどう思いますか僕個人的にアバカンが結構ねいいラインに来てると思ってて、まあ連射系だから使いやすいんだけど火力がないっていうところで、結構ねこの武器を選ぶときはかなり悩んだりすることが多いんですよ。貫通しないからなこれ貫通しないからな。あ一人いった、あナイスナイス、これは安心だな。オッケーオッケーオッケー、これはこれでねいいんですよ。はい、あなたおること分かっとるぞ。オッケーオッケー、 B がやばいか、ナイス。なんかここにね敵が塊がおったから、あおくそー、そうなんですよ。だからねこの多分アバカンはこれブレグをなくす方向で伸ばした方が意外といいかもしんないね。これ使ってて結構いいですよ、ちょっと安定感はある。うん、いいですね。アバカンの打ち漏らしっていうのもやっぱ武器って打ち漏らしがなければないほど強いんですよね、やっぱり当て続けるってことが。なんでこういう風にねブレを抑えたグリップカスタムっていうのが今回ストックはね外せませんけど、ストックはマジで外せないよねこのゲーム。よしよしよし、いいぞ。
そうなんですよ。まあ最弱武器はこれで置いといて、あのね、今回はちょっとねあれなんですよ。昨日ね、ナナさんの話があって、今日はね、花澤さんとオノディが、そう、ご結婚されたという方で、すごいすごいですね。最近なんか結婚ラッシュがすごいなーってちょっと思いますけど、みんななんかあの、なんでしょう、本当若い方ではなくて、もう結構中堅ベテラン組の方々が目立つので、僕的にはね、おーおーラッシュ来てんなーみたいな、まあ、若い方って言っても20代の方とかね、そこはね結婚する人そうそういないですからね、声優さんとかでねっていうのはあるんですけど、まあ今年はだから声優さんがもうベテランからもういろいろと結婚する方々、結婚するなんかね、めちゃめちゃ多い、そういう年になりましたね、なんだかんだ。おお、ちょっと待って、これこれね結構選ぶこれな、これ多分な、タップディプロイのせいやで多分タップディプロイを置いた、あーバカー、ほら覗いちゃう、もうこれですよ。まあそうなんですね、空域もないし空きがまあそんな感じなんですけど、いやびっくりですよね、昨日の今日でこんだけねいろいろとあると。昨日の今日とかもう言う、なんか最近だよな、やっぱ今年になってから結婚するっていう人たち増えましたね。なんか最近はなんか晩婚かとかなんかいろんなこと言われてるじゃないですか。にしてはだよね、にしてはよう結婚しとるなっていう、そういうことをね感じますよ僕は。ねえ、やっぱする人はするんですねっていう、いろいろとあの僕もおう言われますけどね、えすごいなーって思いますね本当にね。おっとチャーリーチャーリー、まあ結婚のニュースでは幸せだなと思ってるさなか、まだコールオブデューティーからのニュースは出てないところがちょっとね気になるところなんですけど、正直そうなんですよ、コールオブデューティーからのあのね嬉しいニュースはまだかいっていう、そういうところではあるんですけどね僕的にはね。だってコールオブデューティーの新作のまだ7月入ってもまだ入ってないし、7月もね第1週が終わりますよ、もうそういうことになってきてますからね、ちょっとそこ結構僕は心配なんだけどなみたいな、そんな感じですけどね。例えば昨日ね僕ねツイッターに、あの YouTube にはちょっとね音源的な意味で出せないんだけど、ちょっと面白いシステムをね作ってね、それがあの好評だったんですよ。ペンライト型イコライザっていうね、ペンライトがあのツイッターの方ではあんま説明を加えることができなかったんですけど、あのペンライトを32本、僕が持ってる32本のペンライトが音に合わせて光るっていうやつですよ。あのあれね、あれはもうちょっと語りたくて、あの普通になんかドンキで売ってるような音に合わせてドンドンドンじゃないんですよ。あれ音源によってね、あれずっと光り続けたりするじゃないですか。まあ持ってる人とかしかわかんないかもしれないけど、あの僕のはあえて低音ですね。だからドンドンドンってズンとこズンとこなる、あの低音に合わせて光るってところが僕のあのツイッターの動画ね見ていただけたらわかると思うんですけど、低音に地味に合ってるんですよあれ。そうなんですよ、だからそこら辺をちょっと注目して見ていただけるとより一層おおって思っていただけるかななんて思うんですけどね。制作費用はペンライト代とプラスいろいろとねあのあって、なんだかんだ多分2万円ぐらいかなというところで収まったのでね、結構リーズナブルに面白いシステムができたんだよっていうところもちょっとね今回このね動画内で紹介しておこうかななんて思います。まあツイッターのね更新って僕もまちまちなんでね、ちょっと言わないとねみんなね、えそんなあったみたいな、そもそも田中さんツイッターとかねそういうぐらいのあのあれもありますから、はい、皆さんちょっと知っといてくださいね。そういうシステムも僕はね意外とあのそういう電子ケース好きなんでね、電子工作が、まあ電子工作もあれですけど、ね、7-3 関連じゃないと僕は作らない人ですけどね。うわ怖っ、あストライクチームか、くそごめん、不法がこれで許して、ストライクチームで許してあとアバカンで許してごめんね、ほんと昨日はしっかりとあの AC-130 をお見舞いして、むしろなんか鬱憤晴らしてんじゃないかみたいな
そういう風にね、あのコメントもありながら面白かったんですけど、大丈夫ですよ。田中さんの分は全くあれなんで支払いに見合う溜まっておりませんのでね、ご安心ください。 Good job, fucking camping little bitches who run Titans and who have no fucking parents because they got disowned. めっちゃ流暢な英語。めっちゃ流暢な英語やん。ありがとう外人さん。という感じで今回はアバカンを使ってやってまいりました。どうでしたか皆さん、アバカンのちょっとアバカングリップの評価ちょっと良くないですかこれね、ちょっといいかもしれないんで、ぜひとも皆さんアバカンね持ってる人は使ってみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。うえー、あー、いいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜこれ。待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーおーって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。